アルスノーバは14世紀のフランスで栄えた音楽様式。1322年頃にフィリップ・ド・ビトリュによって書かれた新しいリズムの分割法と寄付法を論じた音楽理論書アルスノーバにその名が由来する。これに対してより以前の音楽様式はアルス・アンティクアと称される。シンコペーションやイソリズムを用いた高度なリズム技法が発達し、 それに伴い寄付法の改良が進んだ。セミブレビスよりも小さい音果を持つ音符であるミニマが導入され、マクシマ、ロンガ、ブレビス、セミブレビス、ミニマという幅広い音果の音符が使用された。さらに、各音符の分割には従来の三分割法とともに二分割法が対等に認められた。分割の方式は作品の最初に置かれた面数ラ記号によって示され、 それが、現代の表紙記号の元となった。また、2、3の音歌を意味する赤い音符も使用された。完全パッセージが赤い音符で書かれた場合は、シンコペーションが生じる。不完全パッセージにおいては三連符が生じる。宗教作品も少なくはないが、あるノーバ音楽は世俗化の傾向が著しい。代表的な作曲家として、ギオームド・マショーが挙げられる。 アルスノーバの様式は、その後14世紀末から15世紀初頭において、極度に複雑化し、これをアルススブティリオールと呼ぶ。ありがとうございます。